皆さんこんにちは、お久しぶりでございます。海見隆二です。いつもですねリアルタイムで、この日曜9時からのお時間でお目にかかっていると思うんですけれども、今日はちょっと収録という形でやらせていただいております。というのもですね、実は、収録じゃなくって実際これを配信している週の水曜日なんですけれども、僕は親知らずを抜くことになりまして、この右の上の親知らずなんですけど、で親知らず抜いたことないんですよ。歯を抜いたことが今まで一回もなくて、でちょっとどうなっちゃうかわからなかったので、もしかしてこうパンパンに腫れ上がっちゃうんじゃないかっていう恐怖がですね強くて、4日経ってるから大丈夫なのかなとは思うんですけど、ちょっと休養してるかもしれないので今回は収録という形でやらせていただいております。1週間前の日曜日にですね、今日は、行けておりますので、どうなるかというところをご覧になっていただければと思います。本日もよろしくお願いします。今日は何をいけようかなと思ったんですけれども、花物でいけるっていうような形にしてみようかなと思いました。花物は割と色鮮やかなねもの好きなので、楽しく生けていけたらなと思ってるんですけれども、器は今日はこの、前々回も使いましたけれども、この青いガラスの器を使っていきます。でこの器は、形もすごく、たくさん入るし涼やかですごく綺麗なんですけど、何がいいかっていうと、これここのね表面のところにちょっと青い色で色が入ってるんですけど、でなんというかこう鏡面仕上げというか光を反射するような、素材感になってるんですけれども、これのおかげで中に、結構ブスブス刺しても中が見えにくくなってるので、たくさん入れた時にガラスどうしても中が見えちゃうのでね、足元の処理とは気をつけないといけないんですけれども、これはある程度大丈夫かなというようなものです。でそれがすごく使いやすくていいなと思っております。でこの色がね上の方色をたくさん使った時にすごいこの青い色が映えてくれるので、とても好きな器です。で、花物何を使っていくかというところなんですが、お花を紹介します。まず花物ということで今日はこの、ハスを使っていこうと思っております。あんまり僕静岡にいた頃はハスってお店で売ってるの見たことなかったんですけど、こっち来てからは割とハスこの時期、お盆の時期あるみたいですね。去年の来たての頃もすごいわあハスがあると思ってすごい嬉しかったんですけど、今年も割とたくさん見ました。で今日はハスを5本用意してあります。であとはどうしてもやっぱハスがね主役になっちゃうと思うんですが、クルクマですね。クルクマもすごい、夏のもので素敵ですけれども、これは白がすごいねパッと、目を引くような明るい白です。でそこの下のこの、グリーンの部分もとっても綺麗で、ここもね分かりますかね、この白い花びらとあとこの、花びらというかこれが、苞なんですけども、青い、青じゃない緑の部分と白くなっているところの間のところがこう絞りみたいになってね、すごくこう綺麗な色合いです。これも上手に使っていけたらいいなと思っております。これはですねちなみに品種はソフィアホワイトという品種だそうです。静岡から来ているのですごい親近感がありますね、兄弟のような感覚。そして、夏といえばということでひまわりです。芯が黒いいわゆるひまわりらしいひまわりですけれども、これも夏らしく使っていけたらなと思っております。あとはこちらカーネーション、カーネーションのグリーンですね。カーネーションって割と昔はなんとなくこうよく見るしあんま手が伸びる花ではなかったんですけど、昔なんだっけ某お花屋さんのブーケ教室に行った時にお花屋さんにのそのお花屋さんのインストラクターの方が教えてくださってたんですけど、カーネーションすごい綺麗なんですよ。その方すごい好きだったらしいんですけど、すごいねこう意外と香りもあるし、このね花弁の多分画面では見えないと思うんですけど、花弁のねこの一枚一枚のところによく見るとキラキラキラって光る粒がついてるんですよ。
で、この光る粒が糖分がこう葉っぱに析出してるらしいんですけど、これがねよく見ると本当に綺麗で、でなんというかこう輝きがねあるような感じがして、よく見てあげると本当に綺麗なお花だなってカーネーション思います。で、赤とかだとちょっとそのキラキラは見づらいかもしれないんですけど、白だったりこのグリーンもすごいよく見えます。で、なんでこういう淡い色のねカーネーションを使うと、なんとなくこう全体のところでこうキラキラっと光らせてあげることができるかなっていうふうに思って今日は使ってみます。あとは、ソリダゴですね。ソリダゴ、あ、これ葉っぱとも忘れちゃったソリダゴですけども、これ結構ね葉っぱがたくさんついていて、まあ、この辺の1本のところの葉っぱは全部取りきれないと思うんですけど、こういうこうなんていうか真ん中の線のこのそれぞれの1本1本の下に大きな葉っぱがついています。見えるかな。で、この葉っぱだけでも取ってあげると全然そのもわっとした印象が変わってすっきりしてるので、これはやっておけばよかったなとちょっと反省ですけど、ソリダゴもこれグリーンに見えますけど、一つ一つが実はお花で、この先からね、キク科の植物なので、キクのちっちゃいやつみたいなお花が咲いてきます。咲いたところも意外と綺麗ですね。ということで今日はこんな、取り合わせでやっていきたいというふうに思っております。それでは始めていきましょう。で、キクじゃなくってハスをね使っていくので、ハス、お花だけだと水揚げがね結構難しいっていう話ですけど、お花だけだと咲かせようと思わなければ意外と持つような気がしています。で、このまま咲かずに、先っちょが黒くなってで終わってしまうような形になるんですけど、水揚げをするときはこの根元を切ってあげて、僕もそんなにたくさん、扱ったことがあるわけではないんですけど、この昔ながらの霧吹きというかポンプを使って水揚げをします。で、本来は、この形で売られていて、こうこうシュコシュコ引いて押してこの先から霧が出てくるんですけど、この先にアタッチメントみたいなのがあって、これをつけてあげると水鉄砲になるんですよ。で、この水鉄砲のところにこう水を入れて水揚げをしていくんですけど、見えないですが、ここに水を入れて、キックじゃなくって、なんでキックと間違えちゃうんだろうな、ハスの根元をまっすぐ切ってあげて、ここに、見えるかな、こうやって、霧吹きの先を押し付けます。で、ここでこうギューッと水を入れてあげると、ここのハスの茎のところはこれで見えるといいんですが、レンコンみたいに穴が開いているので、この穴の中からこうビューッと水が入っていって、花の場合はここのお花の下根元のところ、ここからお水が出てきます。で、中の実の頭のところとかからも出てくるので、先っちょからこうポツポツポツとお水が出てきますね。で、水をこうギュッと入れてあげて、水を入れてあげた後にこの後ろの根元を塞いで、このままお水につけてあげるというような水揚げを昔習いました。なかなかね咲かせるのは難しいってその時先生もおっしゃってましたけど、というような感じです。で、葉っぱなんかを水揚げするときは、同じような形で後ろからポンプでギューって押していくんですけど、葉脈のところにこうブワーッと水が入っていってるのがよく見えて本当に面白いので、ぜひねご縁があったらハス楽しいと思いますので、なかなかねでもハスってないですよね。お花はよく見るけど葉っぱ売ってるところはまだ見たことないんですけど、どういう流通経路なんですかね、お花屋さんで手に入るときっていうのは。まあ、そんな感じで、生けていきます。まずソリダゴでちょっとだけ、下に舞台というか、下草を入れていこうかなと思います。なんとなくこういつも見ていただきながらやっているので緊張感があるんですけど、誰も
見ていない状態でこういう形でやるとなるとなんとなくこうだれてしまうというかだれてしまうというかね、あの緊張感をね持ってやらないとなと思いますね。意外とこう変わるもんですね。ソリダゴは頭がやっぱり一番こう密集していて綺麗なので、そこをたくさん使っていけたらいいなと思っておりますけれども、下の方の長いところももったいないので上手に使っていきたいです。とりあえずこんな感じでまずは入れておいて、で、ハスを入れていこうかなと思います。ハス水揚げするときはだいたい使う長さに切ってあげてから、水揚げをしてあげた方がいいかなと思います。長ければ長いほど扱うのが大変なので、でこういう感じで今日は流していこうかなと思うんですが、なかなかねハスの頭が重いので止まるところで止めてあげる感じにして今日は行きたいですが、なかなか上向くのが難しいかな。こんな感じダメだやっぱりあれですね、こうそのお花がなりたいようにしてあげるっていうのが大事なのかなということで、あー綺麗、本当に色合いがね結構もうこれも黒っぽくなってきちゃってるんですけど、でも花のうわー水揚げ全部してるので、これここにお水が全部今入ってるんですよ。なんで茎を切るとめちゃくちゃ水が出てきます。水浸しですね。できるだけあんまりこう方向を変えずにというか一個の方向を向かせてあげたいなと思ってるんですけど、どうでしょうか。今日はもうハスが決まっちゃったらもうあとはこいつに全てが委ねられているようなもんかなと思うんですけど、この人たちが痛いところにいさせてあげるというのを意識して入れております。すごいねこれ、わかります、置いといたらこんな曲がっちゃったんですけど、こういうことってあるんですね。こいつはなのでちょっと短めにして、これだとすごい下向いちゃうかな。せめて横向いてくる。こんな感じで、ハスを入れてみました。はい。では、このハスの力を、逃さないようにというか、こっち側に、お花を入れていきたいなと思います。結構ね、ハスで中がもういっぱいいっぱいになっちゃってるので、あとは3ポイント、一番大きなハスがかわいそうに、ごめんね。こっちの光こういう感じでいってあげようかな。ごめんね。こういう感じでどうでしょうか。これで止まってくれるといいですが、
ひまわりはおそらく葉っぱが傷んじゃうので、今日は葉っぱを全部取って入れていきます。ひまわりもこれ結構ね、向きが難しいなっていうか、こうまっすぐ全部向いちゃうと、どうしてもすごくこう、特に今日は真ん中が黒い力強いひまわりなので、あんまりこう全部が前を向くことのないようにしていきたいなと思うんですけど、意外とねこう前から見るとひまわりって感じですけど、ちょっとこう横を向かせるとすごいこうなんていうか切なげな顔にも見えてくるので、そういうところもね見せていけたらいいなと思うんですけど、なかなかでもね言うことを聞いてくれにくいお花だなと思います。折り止めにして入れていきます。結構そのひまわり自体がすごく強い、お花、さっきも言ったように強いお花なので、今日はちょっとこうライン状に入れて雰囲気をもうひまわりした感じではなくですね、ちょっと色としてというかいう感じで見せていけたらなと思っております。親知らずの話ですけど、皆さんあれですかね、大きな手術とかいろいろされたことありますかね。あんまりこう骨折とかがなくて、一番大きな手術って扁桃腺を取った時なんですけど、それが社会人になって2年目ぐらいかなの時に取ったんですけど、親知らずじゃなくて扁桃腺って結構簡単に取れるんですけど、喉のところって喉だけに効かせる麻酔がないらしくて、あれなんですよ、全身麻酔なんですよ。なので全身麻酔でやったんですけど、一回やったらものなんかその日の夜ぐらいに血が止まんなくなっちゃって、で再手術になって、夜中の3時ぐらいにですね、先生を呼び出してもう一回手術っていう、結構ね大変な、ちょっとそれもトラウマになってるので、なんとなくこうね怖いんですよね、こう何かを取るとか抜くとかっていうのが結構なので、今回どうなるかなと思って怖いんですけど、まあ、うまいことね何事もなくやってもらえたらなと思います。ここでクルクマを入れていきます。で、ひまわりをちょっとラインで入れてみたんですけど、クルクマについてもクルクマも結構これサイズが大きいので、あんまりなんというかサイズが大きいので、あんまりこれをこう目立たせるとこっちのいつも効くって言っちゃう、ハスの方に目がいかなくなっちゃうので、これもこうちょっと前目っていうよりは真ん中から後ろにかけて入れていこうかなと思っています。で、ちょうどこのクルクマには花がついていたので見ていただきたいんですけど、さっきも言いましたように、ここのお花みたいに見えるのは花ではなくて、実は苞という部分になっています。で、本当の花はここの苞の間のところから見えている紫色、これは紫色の花、これが花です。この花は結構ぐじゅーってなっちゃうので、あんまりこの花自体を見ることは少ないですけど、なんかね、この花のところにお水を入れてあげると、クルクマはお水が好きだから長持ちしますねって言われたことあるんですけど、なんかちょっとここに水入れると溜まっちゃいそうで怖くてやったことないんですけど、皆さんもしクルクマがたくさんあったらやってみていただけたら、で、その結果を教えていただけたらと思います。どうなんでしょう。そちらからは見えないかもしれないですが、後ろにも1本入れておきます。本当にハスが太くて
ぎゅうぎゅうですね。近年まれに見るぎゅうぎゅうさでお送りしておりますけど、こいつがもうちょっとあれな、風情のある方を向いてくれたらいい。こうじゃなくて、なんかこううまいことこういう感じで見せたいんですけど、結構茎がまっすぐなので、こういう感じで言おうかな。欲を出すとダメなパターンか。それでもなんとか。よし、こんな感じで。はい。では、一旦カーネーションを入れていきます。カーネーションはあんまりこうなんというか、まあ、上にピョコピョコさせる感じではなくて、このソリダゴのあんこというか、ソリダゴの雰囲気をちょっと華やかにするようなイメージで入れていけたらと思っております。結構このカーネーションはリンが小さいので、なんとでもなりそうな気がします。今日時点、7月19日時点では今日めちゃくちゃ暑かったんですけど、ずっと雨がね、雨続きで、久しぶりに晴れたので、まあ晴れてくれる分にはありがたいんですけれども、もうそろそろさすがに夏になってほしいですよね。ずっと梅雨みたいな天気で、まあ、雨も結構ひどくて大変な思いされた方も今回いらっしゃるかもしれないですけれども、いくら夏が嫌いだとはいえ、梅雨はもっと嫌いなので、さすがに夏になってほしいですね。でもこの時期でこういう感じだったら、本当にもしかしたらすごく夏が長くなっちゃうかもしれないなっていうような気がしていて、それはちょっと怖いですが、ちょっと手前の方に数本だけソリダゴを足して、なんか今日めちゃくちゃ短くないか、そんなことないか。いつもそしたらよっぽど余分なこと喋ってるだろうなっていう気もしますけど、この口元のところにちょっとだけソリダゴを長めに足して、はい、こんな感じでいかがでしょうか。今日は、ハスを使って、このハスの流れをですね見せながら、お花だけで、花物だけで構成してみました。こういう感じです。ハスがこのまま、持ってくれることを願って飾ってみたいと思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画は、じゃないわインスタグラム内の IGTV の方にアップしているのを皆さん今ご覧になっていただいていると思うんですけれども、YouTube の方にも上げておりますので、ぜひご覧になって高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。来月8月もまた、2週目4週目と、行っていこうと思いますので、ぜひご覧になってください。お暑いですが皆様、お気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。